閲覧来るかなってこと。他で閲覧来るかな。虫食えねえな。誰も来ないよ。フワッチ誰も来ないわ。あ、来た。誰来た。誰来た。MAZIN、マジン、さん、サメ島に見つかったらめんどくさくなるけどな。貧乏トレーダーさん、選んだサイエントレーダー、ボクチョン。別に、サメ島のことちゃうで、君のことやないでって言ったらいいんじゃん。その、カズマなんかいかでもおりん。カズマなんかいかでもおりん。じゃあ、俺じゃあ飯食うわ、とりあえず。とりあえず飯食うわ。とりあえず飯食うわ。切れた？もう切れた？マジで？そのマスクなんか。ちゃう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 、切れたんじゃない？挟んでるだけよ、これ。あ、でもこの紙が、あ、破けたね、やっぱり。アイメロリさん、サメちゃんに見つかったら玄関に落書きされちゃう。ここは、こうなの。玄関に落書きされるの、マジで。そんなめんどくさいことするの。やめるよ。このマスク、ほっぺたこけてんな。バンブーさん、メガホンです。マイメロニさん、違和感ない WW。 別に違和感ないな。全然違和感ないな、これ。ちょっとぐらい違和感あんのかな、また。全く違和感ないな、これ。やばないな。アバンブーさん、メガホンです。ツイキャス、お団子くださいの、お団子。お団子くださいな。お団子やばい、やばい。マイメロニさん、おだんご、MAZIN、マジンさん、ニコ生のほなちゃん。ニコ生のほなちゃん。風船。風船じゃ、風鈴。カズマ。カズマ。カス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 カズマカカスカスカズカズカズマ。とりあえずガン食べるわ。もうこれ見たん？出ない。え、見たかな。分からん。6月9日ね。あ、5分か。あんま？ほら。こっちがそうなの？色見たんちゃうし。見て、見てたの。カッカスカスカズカズカズマ。無視しないでね。お味噌汁だ。スープでもいいけど。うまっ。こんなごおかずあんの、うん、ご飯は2まだあんの、うんうん、だってあとそのサラウドでご飯食べられへんかなと思ってたら、うん、まあジュースだろ。あ、キャッチーご飯、うん、ピッツァバンドアジャンス。はい、とたく棒がない。そこ。
バンブーのメガネです。あ、マリーナヤンキングポイント50ポイントリストバンドバックスねんにねんねんねんヤンキングポイントって何？ガヤンガヤンガヤン。わからん。あのトップガンの兄ちゃんが、あの、マナティのお兄ちゃんで、カズマっていう名前。マナティのお兄ちゃんのカズマっていう名前。朝倉一馬って。え？分からん。なんでかはお茶にも分からん。ツイキャスのはツイキャスのアイテム収益、あと63時間も配信せなあかんねんけど、休みなさい、ゆっくりね。ハート。マイキーさん、初見。はい、初見さんいらっしゃい。初見さんいらっしゃい。あの、おーちゃんもともと、あの、ニコ生から、ニコ生10年やってて、ニコ生10年やってて、最近ファッチからツイキャスに来ました。おーちゃん、ニコ生10年やってます。おーちゃん、ニコ生10年やってて、おーちゃん、ニコ生10年やってんねん。違うだろ。おーちゃん、ニコ生10年やってて。おーちゃん、ニコ生10年やってんだよ。おーちゃん、ニコ生10年やってんだよ。もちろん、ニコ生10年やってんだよ。うん。主に喧嘩とかやってます。主に、西成で喧嘩突とかやってます。西成でおじちゃんの名前知らないやつね。西成の喧嘩突でおじちゃんのこと知らないやつ、大体潜り。え？ソフトクリームじゃないでしょ。海外でパクられて無所に入った工人。なんだそれ。なんだそれ。無所入ってねえだろよ。無所入ってないでしょ。
懲役やったらまだ帰ってこれないでしょ。みんなあのサブ赤、薄赤、背赤いっぱい持ってるか分からんな。誰やこれ、誰やこれ。バイキンさん、フォーク忘れた。テマちゃん、こっちにおるぞ。おい、テマちゃん、テマちゃん、ツイキャスにフォーク来たぞ。生きてたか。やめたの？ていうか配信やってんのまだ。バイキンさんアカウント消した。うん、アカウント消したんや。そうそうそう、まゆめのちゃん正解。ランキングポイントって一体何なの？よくわかんないんだよ。なんじゃそれ、なんじゃそれ。 ランキングって何のランキング、これ。え、何のランキング、ランキング。君もちょっと言ってる配信者だったのにね。何やろ、目立つ前に無茶しすぎなんかな、分からんな。あ、デイリーとかマンスリーのこと、そんなおんちゃん全然関係ねえやん。デイリーとかマンスリーとかおんちゃん絡んだこと1回しかないんだけど、1回だけあのみんなが投げてくれたあのゴールデンの時に50位49位かなんかで50ポイントもらったけど、デイリーとか全然関係ないんだけど、マジで。あれでしょ、あの、こじきランキングでしょ、あれ。アンチばっかりを作るのとは違うけど、やっぱりまずはあれかな、あの一覧どういう方がいいかな、やっぱりそっちの方が配信して楽しいよね、マジで。
なんか今日、ふわっちよりキャスの方が人多いねんけど。どういうこと？ポイントアップのも出るはずなのに、出ない。ブームが立ったうなちゃんマンに画像使われてから当閲覧100超えたけど一瞬で終わった。うなちゃんマンコに画像使ってもらったんや。まあ、総閲覧100ぐらいじゃな。言ってるようにね、大手にコラボするのと一緒で、一瞬のバズりではダメなんやからね。やっぱりね、少しずつ増えていくのが一番理想的よね。もちろん減る時もあるけどさ。そういえば今日、あれ入ってんのかな？踏まれたかな？報酬。バイキンさん、ショールームの謎の仙人でコメント1はビビった。はっ。コメント1って。コメント1あっただけよかったよ。君らみんなあれなのね、そこで満足するからダメなのよ。そこで終わっちゃうから終わっちゃうのよ。その下の人と比べて、あ、俺こうなったわなんて思ってたら、結局その下の人を超えただけで、上の人間は実際超えてないからね、マジで。何事もそうだよ。上の人をね、自分より上を抜いていくことを考えない。並大抵のね、簡単じゃない、努力だけでも無理。いろいろな要素があるけど、もうみんなあれやな、もうなんかちょっとやってあかんかった、ああ俺もう無理みたいな。俺ちゃんなんかここで3年やってんのよ、3年でまだここやで。言うときますけど、え？一枠で終わった？もうどうでもいい別に。これは俺ちゃんのせいじゃないわ。誰またツイキャスにコンティニューコイン投げてんの。現地ないんだけど。今ひよこ組しては昔より稼げる。あ、だよな。なんか運営に目つけられてるのか知らんけど、いくらひよこ投げても何もアイテム当たんないんだけど、マジで。おいしい。
あーちやばい、もうスマホ全然電池ない。スマホ全然電池ないで。スマホ電池ないで。やばい。元気ない元気ない。バンブーさん目が離す。ラッチカンちゃん。いや、久しぶりにでもレベル20ちゃん上がったね、マジで。あと63時間。ツイキャスあと63時間したらアイテム収益利用できるようになるよ。キートスはまだまだやけど。キートス300時間やからね。キートス300時間はまだまだ遠いね。キートスの300時間は遠すぎるね、マジで。10人見てたら30時間？あ、そうそう、そういう感じ、そういう感じ。10人だったら、え？ 30 時間？ 30 時間、10人で30時間とか300時間。あ、そうそう、そういうこと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 。だ、累計視聴時間が300時間以上ってやつだから、100人が見てたら3時間でいいのよ。10人だったら30時間いんのよ。1人だったら300時間丸々いんのよ。ゼロだったらゼロカウントだから。これちゃんによくレベル21まで来たよね、マジで。ツイキャスレベル21やで。やばない。レベル20で何年もおった、止まってたけど。もう、テマちゃんと、なんかあの何、スカイプしてるだけでレベル20になったみたいな。どんな枠なんだよ、ツイキャスなんてほんと人来ないからね、マジで。ツイキャスなんてね、大手で名前売ってる人か、ね、可愛い子しかない、ね。閲覧なんか来ないからね、あんな。あとはもうぶっちゃけなに、自分の、なんていうの、いつも見てくれる仲間たち。自分の仲間たちを今からツイキャス行くわやったらツイキャス来てくれるかもしれんけど、それ以外ないからね、ツイキャスなんて。ツイキャスで初見ですなんて聞いたことねえよ、俺じゃ。マジで。ありがとう。
あのツイキャスの方は電池切れでやばいんだけども、スマホがもう 3% しかない。スマホの電池が 3% しかないんだけど。ああ、食った食った。ありがとうございました、本当に。本当に皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今日は何のボトル開けますか？開けないでしょ。八海さん、山ほど残ってるわ、今見たら。怖い、恐ろしいぐらい残ってるわ、八海さん。びっくりしたわよ。八海さん飲み切ろうか。あ、今日、八海さん開けようかって言おう思ったけど、死ぬほどあるからやめたわ。まだ丸々残ってる。もったいないでしょ、そんな。次はどっちってどういう意味？次はどっちってどういう意味？どっちしようかな、ツイキャスと。ツイキャスだってもうスマホの方が電池切れそうなんだけど、これ。せっかくコンティニューコインで延長して8分経ってるけど、もうこっち、バッテリーが 3% しかないんだけど、スマホ。ネット飲み会？ネット飲み会すんの？じゃあ明日仕事やからな、どうしようかな。明日朝からビラ巻きしたいのよね。明日一気に巻いてしまいたいのよね。明日一気に巻いてしまいたいのよね。今日お前履けんの？余裕やろ。余裕ってどういうの？でかいわ。だからそれを履けるうちに入れへんやろ？なんで一枚やろ？見えへん。見えへん。字が見えへん。スマホがぶっ飛んだ。